イノブタイノブタは、イノシシとブタの雑種である。漢字表記ではイノブタ。イノブタは、牛も目イノシシかイノシシ属に属する。体毛は、褐色の合毛で、オスは牙を持っている。見た目は、ブタよりもイノシシに近い。イノブタにも、生殖能力があり、イノブタ同士、イノシシ、ブタとも交雑可能で、生殖能力を持った子ができる。どこの国であれ、 家畜の豚が囲いから脱走し、野生化するということは、それなりの頻度で起きるので、その当然の結果として、人間の手を離れた場所で、その野生豚が野生のイノシシと交尾して、野生のイノブタが勝手に繁殖していく、ということがどこの国でも起きている。そして様々な混行割合のイノブタが生じ続ける。野生のイノブタは、ユーラシア、南北アメリカ、オーストラリア、 ヨーロッパなどにいる。家畜の豚が脱走して野生化するようなことはある。割合で起きるので、野生化した豚とイノシシとの間で交配は、自然に起きる。そして、イノブタと野生化した豚との交配も、自然に起きるので、かなり、イノシシ寄りのイノブタからかなり、豚寄りのイノブタまで、様々なニュアンスのものが生じ続けており、もはやどの程度の割合で混じった、個体なのか人々は、 いちいち気にしていられないほどに混交が進んでいる。オーストラリアや北米では、スポーツ狩猟のために、野生のイノシシやイノブタを輸入したことに伴い大量の野生のイノブタが生まれることになった。オーストラリア、米国の一部地域、ブラジルの一部地域などでは、野生のイノブタが増えすぎてしまいが愛獣とみなされる、レベルにまで達しており、 個体数を減らすために狩猟することも自由とされている。オーストラリアでは農業に深刻な害をもたらす害獣と見なされるようになっている。オーストラリアでは家畜の豚が囲いから脱走して野生化することも起きていたので、その結果、野生の豚と家畜の豚の混交も起き、また同時に、 ヨーロッパからの入植者たちが狩猟をして遊ぶために野生のイノシシをヨーロッパからオーストラリアに輸入してきた歴史もありその結果イノシシと野生化した豚が人間の預かり知らぬ場所で自由に荒廃しイノブタが再現なく生じてきた歴史もあるオーストラリアのハンターはイノブタや野生化した豚の狩猟を行っていた米国やカナダではイノブタはすでに すでに人の手を離れて、野生のものとして広域に生息しており、レーザーバッグと呼ばれている。北米でのイノブタの混交の割合、遺伝的な割合は、地域ごとに大きく異なっており、長期間野生で生きている間に野生的な性質が、強まったブタと、純粋な家畜ブタが混交したものから、輸入されたイノシシと、家畜ブタが混交したものまで、様々な混交割合のものがいる。 おまけに、アメリカ南部では、1990年代に、スポーツ狩猟の用途で、ロシアからの輸入も行われた。北米では、イノブタは、レーザーバックレーザーバックと呼ばれ、過去何世紀にもわたって、スポーツ狩猟で狩られてきた。その数は増加してきており、2014年時点で、少なくとも600万頭いると推算される、状態にまで到達では、 農業や人々の財産に損害を与え環境にも良くない動物だと認識されるようになってきている。ザ・サウスウェスタン・ナチュラリストは2013年テキサスでおよそ260万匹のイノブタが自由にカ歩していると推算した。アウトドア・アラバマ市は2014年にイノブタを米国における適正の野生動物の筆頭とする記事を掲載した。イノブタは こうした南部だけでなく、もっと北の寒い地域、北米の北部でも問題を引き起こしており、北米にもともと生息しているアメリカグマが生きるために必要な栄養源となっている果実類などを奪ってしまう。なぜこれほどまでにイノブタが大繁殖してしまうかというと、イノブタや野生ブタを狩ることができるほどに体格が大きな野生の動物は、 ほんの数種類しかおらず、一応は存在するとしても、イノブタの数を減らすほどの個体数はいないからである。というわけでイノブタや野生ブタは、北米では大繁殖しており、その結果、いくつもの州で個体数削減のための努力が行われるようになっており、例えば、ウィスコンシン州では、イノブタや野生ブタの削減を促進するために、2015年以降、イノブタや、 野生豚の狩猟に関する規制をすべて廃止し、完全に自由に買って良いとしている。後輩に使う豚を、デュロック種にすると刺しが入った霜降り肉になりやすく、バークシャー種だと肉質がきめ細かくなる。 鉄器時代に彫刻で表現された豚の先祖鉄器時代やヨーロッパの戦士時代の芸術作品に表されていた豚の外観を視覚的に再現することを目的として意図的にそうした外観の胃の豚を作り出すプロジェクトが1980年代から行われた。このプロジェクトは鉄器時代の彫刻で表現された豚を アイアン、エイジピッグ、アイアンエイジピッグという名で呼び、オスのイノシシとタムワースのメス豚を交配して、似た外観の動物を作り出すことから始まった。アイアンエイジピッグは、ヨーロッパでは、特別食肉史上向け専用に飼育されており、純血種の家畜豚よりも、攻撃的で、扱いにくい傾向がある。 和歌山県畜産主権場は安定生産のため、優位の豚とメス豚との掛け合わせも行っている。日本では豚にイノシシを交配して作り出し、食肉用の家畜としてイノブタを飼育することが多い。肉は脂肪分が少なく、味はあっさりしているがコクがある。イノシシ肉の代用として供されることもある。1970年。 和歌山県畜産試験場のイノブタは、イノシシを父に、豚を母にして、初めて誕生している。同試験場があるすさみ町は、パロディ国家、イノブータン王国建国を宣言し、イノブタ肉料理を観光客誘致に活かしている。東北地方太平洋沖地震後、福島第一原子力発電所事故の影響による、避難区域では、家畜となっていた豚と、 野生や家畜だったイノシシとが交配して生まれたイノブタが急増しており、農地や家屋を交配させる恐れが心配されている。2014年1月には、福島第一原発周辺でイノブタの繁殖がさらに進んでおり、将来の帰宅の障害にもなっているという。イノシシの持つ旺盛な食欲とブタの持つ人を恐れない性格、そして旺盛な繁殖力で、 被害の大きい富岡町でも数百頭のイノブタが生息していると言われ、正確な頭数は行政も把握しきれていないという。イノブタを意味するヒュブリダはハイブリッドハイブリッドの語源であり、ハイブリッドは競技のイノブタから転じて、抗議の交雑種、または雑種を指し、生物学、生理学的な種内雑種から、 主観雑誌まで広い範囲が含まれるようになった経緯がある。それほどまでに、イノブタというのは、ありふれた考察であり、考察の代表格なのである。フリークエントリーアスクドクエスチョンズ、ワイルドピッグズ、コーピングウィズフェラルホッグズ。feralhogs.tamu.edu、テキサス A&MUniversity 2014年2月10日閲覧。 ブラックベアーズ・グレート・スモーキー・マウンテンズ・ナショナル・パーク。US ・ナショナル・パーク・サービス。2014年2月10日、閲覧。ナチュラル・プレデターズ・オブ・フェラル・ホッグズ。エクステンション。2016年2月2日、閲覧。フェラル・ピッグ・コントロール。DNR.wi.gov ウィスコンシン・デパートメント・オブ・ナチュラル・リソーシズ。2015年11月23日、閲覧。 食機構和歌山、すさみ町の井の豚、臭みなく濃厚な油、日本経済新聞夕刊2018年9月13日2018年9月22日、閲覧。ぐるっと首都圏、群馬、上野村井の豚死亡少ないのに、国、毎日新聞長官2017年10月16日、福島県が、井の豚実態調査へ、復興を蹴散らす恐れ。河北新報。 2013年1月16日閲覧。2014年1月10日、金曜日避難区域で拡大する、イノブタ被害。日本放送協会。2015年10月27日、閲覧。イギリスハートフォードシャーの博物館に展示されている、イノブタの頭部の剥製。ありがとうございます。